い、大週刊受験生の皆さん、こんにちは。今日2日目ですね、春季講習会、大週刊ノア TV の春季講習会なんですけれども、昨日はですね、グラフ資料のね、読み取りのところのですね、問題文の読み方と、なぜね、問題文、設問に線を引くのかということをやったんですけども、今日はね、記述式の一番ある意味大事なところを読みます。記述の問題で、このオウム返しの法則と、まあこれね、僕の編み出した必殺技なんですけれども、これね、オウム返しの法則ってね、もう少し分かりやすく言うとね、ヤッホーの法則っていうんですけれども、ヤッホーの法則、これさ、山でヤッホーって答えるとヤッホーって返ってくるじゃないですか。で、このオウム返しの法則っていうのはさ、鳥のオウムって知ってますか？オウムっていうのはさ、人間が言ったことをそのままね、テープレコーダーのようにね、覚えてて喋るということなんですけれども、それと同じように、鳥のオウムと同じようにですね、設問で聞かれたことに対して答えればいいよと。自分の頭であまり考える必要はないわけですね。ヤッホーって言ったらヤッホーって答えればよくてさ、なんて喋ればいいかな、答えればいいかな、なんてこと考えないでしょ。だからこのオウム返しの法則、ヤッホーの法則を徹底して記述に関してはやってほしいなと。ヤッホーって答えてるのに、ほーとしか答えない人とかね、やーとかね、わーとか答えてるようなイメージになっちゃうんですよ。ですので、このオウム返しの法則を徹底してほしい。まあ、例えばこのね、テキストに載ってるんですけども、今朝あなたは朝食に何を食べましたかって答えされてて、多くの子はね、パンって答えるんですよ、回答欄に。でもさ、欧州館の回答欄ってこんなでかいんだよね。こんなでかいんですよ。で、パンって答えたら、まあこのパンをここには書かないだろうけど、ここに書くけど、4年生とかね、5年生の前半だったらまだいいでしょうけれども、ある程度勉強が進んできている5年生とか、もう新6年生とか、これ朝食で何を食べましたかって、パンって答えちゃダメです。これですね、もっとね、いろいろね、肉付けしていかないといけないんですね。具体的にものを答えていかなきゃいけないんで、例えばパンでもですね、そうだな、チョコレートパンって答えるわけですよ。で、チョコレートパンだけでもまだ足んないでしょ。セブンイレブンのチョコレートパンっていうとちょっと具体的になってくるじゃないですか。だいたい想像つくじゃないですか。ただパンっていうと、なんだろう、食パン1枚みたいな思いイメージになるけど、チョコレートパンって言った瞬間にちょっとイメージ変わりますよね、食パンから。セブンイレブンのチョコレートパンっていうと、ちょっとまたイメージつくじゃないですか。で、じゃあセブンイレブンのチョコレートパン、これさ、例えばさ、母が買ってきてくれた、自分で買ってきたわけじゃないんだなって、いつって、例えば昨日、昨日、昨日母が買ってきてくれたセブンイレブンのチョコレートパンを食べました。誰がって、あなたがなんだから、私はなんだ、私はね、私は昨日母が買ってきてくれたセブンイレブンのチョコレートパンを食べました。今朝の朝食みたいね。はい、今朝の朝食に私は昨日母が買ってきてくれたセブンイレブンのチョコレートパンを食べましたっていうふうにですね、どんどん、具体的に書く。具体的の反対は皆さん分かりますか？覚えておいてくださいね。抽象的って言うんですよ。抽象的っていうのはですね、ぼんやり雲の中にあるようなイメージです。夏休みにどこかに行きたいなとかは、抽象的です。例えば、夏休みにディズニーランドに行きたいなって言ったら、ディズニーランドに行きたいなって言ったら、これ具体的になりますね。でもディズニーに行きたいなって結構抽象的で、それだとディズニーランドとディズニーシーどっちなんだっていう話になるでしょ。ね、ディズニーランドのスペースマウンテンに乗りたいなとかね、どんどんこうに行きたい場所がね、明確になっていく。これがね、具体的、具体的っていうところで、ここの文章の書き方もそうなんです。
ですので皆さんが作文を書くときとかね、欧州館は作文がね結構勝負を分けますよね、とかこういう記述式問題を書くときっていうのはですね、具体的に具体的に書く。日本人はね、物をストレートに相手に言っちゃいけないかなというふうに捉える風習というかな、傾向っていうのがやっぱりありますよね。国民性でね、はっきり物を言わないっていうところが非常に、まあ、日本人のいいところであり、良くないと批判されがちなところでもあるんですけども、まあ、こんなような形でですね、ただパンと書くんではなくてですね、このオウム返しの法則にのっとってですね、文章の記述量を多くしていく、上手に聞かれていることに対してオウム返しの法則で、まあ、またの名をヤッホーの法則にのっとってですね、書く量をちょっと増やしてほしい。だからといって関係ないことまで書く必要はありません。関係ないことを書くと余分なことを書いてしまうので、ちょっとねいい答案にはならなくなってしまいますのでね、今日今やったこのオウム返しの法則、ヤッホーの法則を身につけてください。でまたですね、いろんな問題を書いていくときにですね、これは使っていってほしいかなと思います。以上、オウム返しの法則でした。じゃあね、下の問題解いていきましょう。これもですね、ちょっとね難しい問題なんですけれども、これもね実際の入試問題ですからね、しっかりやっていきましょう。花子さんは夏休みの課題で、あ、問題解いてない人は一旦これ止めてくださいね。答案をね書いてから見るようにしてください。問題解いてない人は特にこの問題にはしっかり書いてほしいんでね、まだ見ちゃいけませんよ。はい、やってる人はね、じゃあ行きましょうね。行くぞ、これ、花子さんは夏休みの課題でスーパーマーケットを利用するお客さんの数について調べることにしました。近所のスーパーマーケットからある週のお客さんの数についての資料をもらい、次の表にまとめました。これについて答えましょうということでね、表タイトルまず見てください。近所のスーパーマーケットを利用するお客さんの数なんですね。でこれ縦と横ってまあ見てほしいんですけど、これを学校の時間割みたいなもので、左右の動きが曜日と、縦の動きは時間帯ですね。朝10時から夜10時までのお店なんですね。で問題1号、月曜日から日曜日までのそれぞれについて、最もお客さんが多い時間帯、はい、ここ線引っ張ってください。最もお客さんが多い時間帯、次2番目にお客さんが多い時間帯、これも線引っ張ってください。表にある1から12の記号で答え、次の表を完成させなさい。まあこういうふうな問題表、これこの前の欧州館の2月3日の試験では出なかったんですけど、その前はですね、もう毎年毎年こうやって数字をね足させる問題が、欧州館では過去問を見ると出てます。四角1のところにですね、表の数字の羅列が出てるんですけれども、これね、ちょっと頭痛くなるなというところあると思うんですが、当然右からではなく左から、100の位から見ていただくと分かると思います。300ってなっているところはですね、300台っていうのは例えば月曜日見ると、3の時間帯って9の時間帯しかないんですね。午後0時から1時、お昼の時間帯と6時から7時の時間帯、夕方の時間帯で、横にバーッと見ていってもですね、やっぱりこの300台というのは2箇所しかないんで、バーッとこの横にこう線を引いてください。それぞれ0時から1時の時間帯と6時から7時の時間帯、まあ、午後ですけど、そうするとね間違いないかなと。でこういう上を見てですね、3の時間帯と9の時間帯、3の時間帯と9の時間帯、こうやって見るとですね、どっちが多いのかなと、まあ、夕方の、まあ、これ昼時ですね、9の方が大きいんで、最も大きいのが9、しかも月曜から日曜までずっと同じですね。で2番目に多い時間帯は3ということで、9393と書いていってください。じゃあ問題に行きましょう。問題1を元にして、はい、ここ線引っ張ってください。この9393と選んだところ、ここを元にして書かないといけない。つまりここが最も高い、最も多い、はい、ここ2番目ですねと、はい、でお客さんの数が、はい、ここ線引っ張って、この上主語って書いてください。お客さんの数が線引っ張って主語と書いてください。1日の中で、はい、どのように変化、ここも線引っ張ってくださいね。1日の中でどのように変化、1日っていうのは朝から閉まるまでですね、夜まで、
朝からザーッとこうやって夜までこうやって時間帯が変化するわけであって、どうに変化しているんですか。まあ多くなったり少なくなったりしてるわけですよね。特徴を書いてください。またそのような特徴が現れる理由、これも線引っ張ってください。で理由っていう言葉はね、丸してください。昨日やりましたよね、どういうところに線を引けばいいかっていうところ、前のページ前のページ見てください。確認しましょう。3月26日昨日やったところの出だしの最初の表紙を1ページめくった後ろを見てください。どこに線を引くのかっていうところね、問題文の読み方、名詞、数字、否定部分、理由、理由のところにだからとかほにゃららなのでって自分で書いてねって昨日言いましたよね。原因っていう言葉もまあここにあるんで、こういうところですね、理由、原因、こんなところがですね、書き方をしないといけない。じゃあこれ、模範解答をちょっとね、見て書いていきますよ。そうですね、主語は書かないとダメなんで、お客さんの数が、これがないと本番では減点になりますんで、そうだね、まあ朝から始まって午後0時から1時が多く、その後減っていくが、夕方になると増えていき、再びって入れようか、ここ再び増えていき、午後6時から7時に最も多くなる。皆さんこれ、あの右側のメモ欄のところに合ってるなと思う人でも書いておいてくださいね、これね。まずここまでが重要。お客さんの数が、これ主語、これ主語です。1日の中で午後0時から1時が多く、これがないとなんです。その後減っていくがっていうのは、あの、まあ、できるだけ書いた方がいいけど、書かなくても限定にはならないかなと。ここは絶対書かないとダメ。夕方になると再び増えていく。次、ここ絶対書かないとダメです。午後6時から7時に最も多くなると。この星印、ここは絶対ないとダメ。後のところはあるといいなと。主語がないと減点になります。本番では。まあ、模擬試験とかはですね、別にここまで、ま、あの厳しくつけられないんですよね。だけど、大週間の本番は非常に厳しい採点がされます。ですので、思ってる以上に本番は点数が取れません。得点回数がしてくる人で、もう一個書かなきゃいけないのが、説問もう一回見てね、またの章、そのような特徴が現れる理由も書きなさい。なんで、これはですね、そのような、これもオウム返しの法則してくださいよ。特徴が現れる理由は、はい、点和とかがで主語だよっていうのやりましたよね。で、これらの時間帯において、でこれらの時間帯のこれらとかっていうのは何なのっていうとですね、これらとかそれらっていうのはですね、指示語っていうんですよ。指示語っていうのはね、まあこうやって書きますよね。指で示す語と書くじゃないですか。指示語って何って、これ覚えておいてくださいね。直線の名詞を示します、ね、だから、そのホワイトボードって言って、あっちのホワイトボードを指すわけないわけですね。そのホワイトボードって言ったら目の前のものを指してるわけ。その字って言ったら、その字ってここですね、前、すぐ前でしょ。だいぶ向こう側の方のものを指してさ、そのホワイトボードとか言わないわけですよ。だから直前の名詞を指してる。で、直前って何っていうと、すぐ前なんですよ。丸を一個またぐっていう風なイメージで捉えておいてください。で、こっちから戻ります。これメモっておいてくださいね。指示語って、そのこれね、私立受験生だとね、読むところでかなりやるんですけれども、
欧州館受験生はですね、書くときに注意が必要かなと思います。なぜなら作文試験があるから、指示語の使い方、接続語の使い方なんかもね、かなりうるさく言いますけれどもね、やっぱりそこがね、差がつくんでね、そこ結構いい加減にやってる人が多いんで、そういう人はね、なかなか点数が伸びなくなってしまいます。はい、そのような特徴が現れる理由は、これらの時間帯において、じゃあこれらってここだと指示語は何を指すの？これらの時間帯。これらって言ってるのはね、2つあるよっていうことなんですよ。2つ以上あるよってことなの。だからここの時間帯とここの時間帯というのは星2つ。ね、僕ら頑張りますってことは、あなた1人じゃないってことなんですよ。誰かと一緒に頑張ってるわけですよ。で、そのような特徴が現れる理由は、はい、わーとかがーは主語だよっていう話しましたよね。このような特徴が現れる理由は、これらの時間帯において、そうですね、まあ、大体想像つくと思うんですけど、これらの時間帯、昼食や夕食のために、そうですね、買い物に来る人が多いからだ。はい、今見えるかなこれ。はい、昼食や夕食のために買い物に来る人が多いからだ。はい、このからっていうところ理由かもね、この辺になります。こっから右側が答えなんでメモっといてください。で、よく解き直しをね、してみてくださいよ。で、1回で、上手に書けるようになりません。で、テキストとかに載ってる模範解答はですね、最低限のことが書かれています。ですので、テキストの模範解答を、まあ、いろんな方ね、普段、勉強してるときにですね、答えを見てですね、一字一句同じわけないですから、一字一句同じだとしたら答えを移したことになりますんでね、絶対そんなことはありません。解答よりも深いものが書けるようにしてください。で、オウム返しの法則で答案、たった今のこの答えだけでも、まあ、俺の字がでかいからっていうのもありますけれども、このぐらいの情報量にはなるわけですね。本番ではですね、答案用紙はびっくりするぐらいでかいです。回答用紙としてですね。だからそこを 80% ぐらい埋めていかなきゃいけないわけですね。そうするとどうしても省略しないで書く。で、設問に対して聞かれてることに対して答えるということをね、やっていかないといけないんですね。で、全部か考えて書くっていうことは実はなくてですね、聞かれてることをそのまま写せばいいっていうところもあるんです。例えばお客さんの数がとか、ね、最も来る人が多いからとか、こういうところね、そのような特徴が現れる理由はっていうのも設問に書かれてるから、それそのまま書いていますよね、ということなんですよ。で、この問題はですね、ちょっと欧州館のね、1年目の問題、平成18年かな、の資格2の問題が、こんなような問題出てました。欧州館の初年度の問題っていうのはですね、まあ、どこの学校さんもそうなんですけれども、初年度っていうのはですね、やっぱりそこの学校が一番出したい問題、作りたい問題がね、自由に作れるんですよ、学校の校風っていう面で。で、だんだんその後に、まあ、欧州館も学校の先生どんどん変わってきますからね、だんだんその過去問っていうのがたくさん出てくるとですね、その過去問に合わせて、伝言ゲームじゃないんですけども、だんだん問題の傾向っていうのがまた変わってくるんですけれども、本来欧州館がね、当時昔十数年前に大事にしてたものはね、目で見たものをそれを正しく表現できるっていうことが重要だったんです。それが18年の上下水道の問題とか下水道の問題とかね、地下水の違いとかね、これが、ね、グラフ資料を見てね、こうに動いていってるものをそのまま目でね、見たものを書かせるっていう問題が当時あったんですけれども、今も過去問見ていただければわかると思うんですけども、18年の問題に。それが、まあこういう問題に結構ちょっと近いかなと。一日の中の動きっていうものを書かせるっていうのはね、ここのところで朝から夕方までっていうところがね、ポイントだったのかなと思います。これね、よく復習しておいてください。で、これをね、深めてやっていければですね、どんどん良くなっていくのかなと思いますので、しっかりやっていきましょう。まあ、春なんでね、軽めに今言ってますけれども、本番はここをどうやって答案をね、精度を高めていくかってことが重要になります。またね、30対70の法則の部分とかもよく見ておいてくださいっていうのをやるところにね。で、明日はですね、本田先生が欧州館作文と学校作文の違いについて、まあ、こんなところをね、
話しながらやってくれます。この後ね、新井先生、佐々木先生、遠藤先生なんかもね、ずっとやっていってくれて、また僕はですね、4月5日、6日、これ最後ラストのところですね、グラフ資料に読み取り、1、2っていうところをやりますんで、このオウム返しの法則、記述碑の書き方なんかをね、よく復習してですね、この4月5、6のところまで、テキストをしっかりやっていってください。じゃあ皆さん、欧州館目指して頑張りましょう。